取りました。プラチナスターズ。おほー、よく来てくれたね。待っていたんだよ。早速上がってくれたまえ。ささ、遠慮は無用だ。さて、改めて挨拶しておこう。にゃはん。ようこそ我がナムコプロが誇るアイドル養成合宿所へ。私が社長の高木純次郎だ。君にはこれからナムコプロに所属するアイドルたちをプロデュースしてもらうことになる。無限の輝きを秘めた彼女たちを君の力でトップアイドルに導いてほしい。期待しているよ。いい返事だ。やはり私の目に狂いはなかった。存分に活躍してナムコプロの救世主となってくれたまえ。実はうちのアイドルたちは数ヶ月前のデビュー以来自主的に活動を進めてきたのだが、どうもパッとしなくてね。そこで彼女たちの輝きにさらに磨きをかけるため強化合宿を行うことにしたのだよ。彼女たちにはこの合宿中に担当プロデューサーをつけると伝えてある。つまり君のことだ。皆とても期待をしていたからね。一つよろしく頼むよ。頼もしいですね。はじめまして、プロデューサーさん。私はナムコプロの事務員、音無小鳥です。プロデューサーさんをいろいろとサポートさせていただきますので、よろしくお願いします。さて、一通り挨拶も済んだところで、早速プロデュース開始といこうじゃないか。習うより慣れろ。こけすにいらずんばこじを得ず。アイドルもプロデューサーもまずはデビューだよ君。その通り。細かいことは後から覚えればいい。時間はたっぷりあるのだから心配はいらないよ。では君が最初にプロデュースしたいというアイドルを一人選んでくれたまえ。三浦あずさくんか。少々おっとりしすぎなところもあるが、実に優しい女性でね、プロポーションも抜群だよ。彼女には私から合宿所に来るよう伝えておこう。正式なプロデュースは来週からだ。頑張ってくれたまえ。腕が鳴るという顔をしているね。いや、実に頼もしい。さすが私が見込んだ男だ。
あの社長、そろそろ。おっと、そうだった。今日は初日ということもあるし、この辺にしておこう。あとはおとなしくん、よろしく頼むよ。はい、プロデューサーさんはこちらにどうぞ。来週からの活動に備えてゆっくり休んでくださいね。こんにちは、ミュラーズさ、ただいま着きました。遅れてしまってすみません。新人のプロデューサーさん。まあ、それではようやくうちにも来ていただけたんですね。ふつつか者ですが、よろしくお願いします。私、何にも知りませんので、いろいろ教えてくださいね。それが、地元の駅に着いた後、間違えて別の旅館の送迎車に乗ってしまったんです。近所の温泉宿に着いたので、日帰りで温泉に入って、ついでにここまで送ってもらってしまって。温泉がですか？プロデュースの方針。素敵な言葉ですね。そういうのにずっと憧れていたんです。私、自分ではアイドルのやり方とかを決められなくて、考えているうちによく一日が終わってしまって、だからそういうのを決めてくれるプロデューサーさんが来てくれたらいいなってずっと思ってたんです。とうとう夢が叶ってしまいましたね。私、幸せです。アイドルになってよかった。いえ、話せませんでした。自分の望みを言うのはなんだかおこがましい気がしてしまって、だから心の中でお願いしていました。願えば叶う、そういうものですよね。占いにもそんな風に。マイナス？待っていては良くないということでしょうか。向かっていく気持ち、その通りだと思います。でも、こんな私になれるでしょうか。自分の夢にまっすぐすぎるのはつつましくないと思っていました。でも、勇気を持って強く進む、そんな乙女がいたっていいですよね。はい、お願いします。この合宿で私をもっと
積極的なアイドルにしてもらえますか？プロデューサーさん、こちらにいらしたんですね。早速ですけど、いいお知らせがあります。なんと、近くのライブハウスを抑えられたんです。これで初めてのライブができちゃいますよ。ライブに使うための楽曲は広報社長から預かってます。こちらから好きな曲を1曲だけ選んでください。ライブで使用する楽曲が決まりましたね。きっと思い出に残る一曲になると思いますよ。さて、今からライブを行うための手順をご説明しますから、よく聞いてくださいね。プロデューサーさんにはこれから毎週担当アイドルとライブを行ってもらいます。アイドルはライブを行うことでファンが増えたり成長したりして輝いていくんですよ。それにアイドル活動に必要な運営資金、マニーも得られるんです。マニーは天下の回り物ですから。では早速メニューのライブを選択してください。ここに今週開催されるライブが表示されます。確認したら表示されているライブを選んでください。選んだら×ボタンで戻ってくださいね。はい、無事に選べましたね。またライブを選択した後、出発を選ぶことでライブ会場に向かうことができます。以上がライブを行うための手順です。忘れないでくださいね。それでは初めてのライブに向かって出発しましょう。ファイトですよ。お疲れ様です、プロデューサーさん。だって初めてのライブですから、気になってこっそりついてきちゃいました。それとこれを渡そうと思って、小鳥金星のライブ指南書です。ライブ前に目を通してくださいね。いざライブへと言いたいところなんですが、その前にリハーサルをしていきませんか？はい、イメージもつかめますし、タイミングの調整もできますから、詳しいことはこちらの資料でわかると思います。確認しておいてくださいね。どうでしょう、リハーサル試してみます？心強いですね。リハーサルは合宿所メニューのナムコパッドからでもできますので、もし調子が悪い時は試してみてくださいね。それではライブを始めちゃいましょう。ライブスタートを選択することで始められます。頑張ってくださいね、プロデューサーさん。
私の大切な新曲聴いてください。
ですよ。なんと、お客さんからのプレゼントです。ライブ楽しんでもらえたみたいですね。ライブの後、時々ファンの方からプレゼントが届くことがあります。ファンの方のお気持ちなので、ライブの盛り上がり方とは関係なく届きますよ。アイドルのみんなはまだ着替え中みたいだし、今のうちに中身を確認しちゃいましょう。プロデューサーさん、私そろそろ休ませてもらいますね。はい、おやすみなさい。話は聞いているよ。初めてのライブ、実に見事だった。ご苦労だったね。どうやら君ならやってくれそうだ。やはり私の目に狂いはなかった。うん、実はそんな君に二人目のアイドルのプロデュースをお願いしたいと思う。いや、何、今の君の実力ならば問題ないだろう。同時にプロデュースすることで得るものも多いはずだ。うん、よろしく頼むよ。では早速、新たにプロデュースする2人目のアイドルを選んでくれたまえ。